ソノダジュニアカップは、兵庫県競馬組合が、ソノダ競馬場だあと1700メートルで施行する、地方競馬の重賞競争である。兵庫県競馬組合では、中央競馬との交流促進という、全国的な流れから、それまでのアングロアラブ系競争馬に加え、1999年より、サラブレッド系競争馬を導入するようになり、その年デビューした2歳馬による、 地元ナンバー1を決めるため、アラブ限定だった同競争をサラブレッド限定に変更した。アラブ系には別に、ソノダ3歳優秀が新設された。ソノダ3歳優秀はもともと9月頃に行われていたアラブ系の指定競争だったが、ソノダジュニアカップがサラブレッド系に試行条件が変更されるに従い2000年に重賞へと格上げされた。しかし、 アラブ系の入給等数減少から2002年を最後に廃止されている。2019年から兵庫デビル限定競争ではなくなった。兵庫競馬の売り上げ不振により、本競争は1999年以降、総額本賞金の減額を5度行ったが、2005年に大幅な増額を行った。2008年から何度か減額されたが、2015年から2020年まで、 毎年増額され、2020年には一着賞金の期待が1999年と同額の1000万円に戻った。ありがとうございます。